今日だいたい千代教の福音は私たちの状態を、照らしてくださいます。本当にこの今日福音を通して私たちに聞かせてくださるそのクリストの声、エルサレムよエルサレムよ、このクリストの嘆き声、このクリストの慈しみに満たされている声が私たちまで届きます。私は本当に母親のようにあなたを抱きしめたかった。長い間あなたについて行った、あなたを探しに来た。エルサレムは私たちの家族のイメージでもある。私たちの人生、クリストのために準備された、花嫁ですね、エルサレムは。だからあなた、しかしあなたはクリストを軽蔑した。あなたはクリストを受け入れようともしなかった。いや、もういらないという感じですね。いらない、本当にクリストもういらないですと。でしょ。だからあなたの家、私の家、この私の人生、私の、家族かもわからない、かもしれない、もう空っぽ、もう誰もいないみたいな感じ、寂しさを感じてしまう。あなたは寂しさを感じていないんですか。孤独を深くに感じてないんですか。愛することができないと経験した時の孤独の寂しさ、ひどいです。私はこの今日の福音をちょっと調べると、やはり全ての人々はこの、今日の福音に現れる状態に、いろんな形で入る必要があります。あの状態を経験する必要があります。キリストに愛されて、神があなたのために、私のために、いろんな恵みを与えることによってあなたを引っ張ろうとするけど、やっぱり引っ張られても抵抗する。自分自身を守るからです。守りたいからです。悪魔に騙されて、その偽り、つまり例えばね、50歳になった女性、男性、もう人生が早い、すごく早いと感じて、もう絶望のリミットまで、そのね、絶望ぐらいの状態に、そのギリギリの状態に入って、やっぱり手が空っぽね、予定通り何もならなかった、なんか作った家庭は、家族はもう自分なりではない、仕事も難しい、でしょ。人間関係はあちこちものすごく難しい、まあ表面的になんとなくけど、やっぱり深くに、深くまでその関係が非常に難しいと、ね、そして体も、ね、前と違って、少しずつ少しずつ壊れると感じていますね。その体はね、もう年を取っているということを感じています。だから、その、
特別な50歳の、時の、の時期の危機に入ります。ね、これはもう男性と女性はよく、あります。この特別な危機と言いましょうか。ね、もう若さが終わった。もう最後のブンブンに入っているとね、もう本当に、暗い、状態に入る。ね、司祭も、ね、この絶望をよく感じますね。長い間、もう一生懸命、私牧的な仕事をして、いて、けどやっぱり、その結果はあんまりないね。あんまり、希望していたその結果がなかった。子供たち、奥さん、主人など、全部自分が考えた、なんか期待したと違って、ね、もうそれは本当に大きな危機となります。で、悪魔はそちらに、入ります、ね。私たちを惑わせて、自分が何かしなければならない。自分がなんかその状態を解決、片付けることができるじゃないか。だからまあなんかダイエットしたりするか、泳ぐ、ちゃんと、なんか、いろんなスポーツをしたりするか、なんかね、体が偶像となり、ね、自分がなかなか年を取らないように、もう若く見えるようにしてしまうんでしょ。などファッションとかね、すごいよ。これは大きな危険です。なぜかというと、私たちのための唯一な解決、唯一な片付けと言いましょうか、クリストです。そしてクリストが私たちに、本当に鶏と同じように、そのね、鶏が自分の卵を覆って、温かい、ね、ところを作って、成長させます。産む、なんか、生きるため、生きるまでに、その卵を守って、温かくにしてくださると、そういう環境は、イメージ通してもちろん、教会です。共同体です。私たちの共同体は、この、私たちの母です。私たちを覆って、私たちを慈しみの温かさ、その慈しみの、なんていうの、温かい雰囲気を作り、私たちを導いてくださる。私たちが新しいものを通して、だから若くて、年を取って、どっちでもいい。なぜかというと、私たちが本当に新しいものを通して、若いものを通して、80歳であっても、イエス・クリストはニコデモに言った通り、あなた方は生まれ変わらない限り、天国に入ることはできない。天国を見ることはできない。幸せを得ることはできないと。でしょ?で、これは、私たちの、体育館、私たちの体を、ちゃんと守るところはただ一つです。教会。私たちの共同体。そちらで、いろんな危機から解放されます。いろんな危機の中に入っても、この危機の関係でひどい罪を犯していても、私たちが許される。解放される。慈しみによって、愛によって、私たちが癒されます。だから、キリストがね、その、エローデ、つまり悪魔に対して賢くて、私たちを惑わすのは、ものすごく賢いです。その悪魔の前に、お前は黙れ。私は働くべき。私はこの私の兄弟のところまで行かなければならない。その危機に入らなければならない。私の働きは、
この人と同じような危機に入り、同じ墓に入り、同じ暗闇に入り、同じ孤独に入り、この空っぽの家に入り、この私を軽蔑したエルサレムのところでは、こそ死ななければならない。この家族、あなたの家族、あなたの家、あなたの人生に入って死ななければならない。死んで、あなたを。死ぬことによってあなたを救う。死ぬことによってあなたの死に入って、あなたと共に復活する。教会の中では、私たちはこれを経験することはできます。秘跡を、言葉と秘跡と、その道、その歩み、その信仰の歩み、教会、その交わり、その母なる教会の、翼の影に、その翼のところに隠れて、私たちがこの死と復活の経験をすることができます。これはあなたのための今日の言葉。キリストは悪魔に対して黙らない。そして自分の仕事、自分の行い、自分の技を終わらないよ、止めないよ。いつまでもあなたを愛し、いつまでもあなたを解放しようとしています。あなたとあなたの主人、奥さん、子供など危機に入らなければならないならば、まあ危機に入る。あなたの子供はその孤独まで、降りなければならないならば、まあ忍耐して希望して、キリストは彼を探しに行って彼を解放するだろう。良い日を。